般社団法人日本ハトレース協会主催のハトレース2024年度八郷国際委託厩舎シリーズ国際サクセス200キロが2月8日に開催されました。こちらの動画では八郷シリーズの春の初戦となる同レースのハイライトシーンをお届けします。昨週に行われたオータムカップ200キロから約2ヶ月半のインターバル、この間厩舎の周りを飛ぶ社外運動のほか、1月17日と24日に茨城県日立市から各50キロ、1月30日に福島県いわき市小名浜から100キロ訓練を行い、レーサーたちの状態を向上させてきました。全レースオータムカップ200キロでは後日も含め約 93% の帰還率となりましたが、果たして今回のレースはどのような結果となるのでしょうか。それでは八郷国際サクセス200キロレースのハイライト動画をどうぞ。同レースの放給地は前節のオータムカップと同じ福島県南相馬市原町、実距離は 172.313km、 放給時間は午前7時20分で、参加は2117羽です。なお当日の天気図はこのようになっています。こちらはレースの放給地へレーサーを移動させる準備作業である持ち寄りの写真です。ではここでレーサーを放つ放給の動画をご紹介します。上空を旋回しながら帰還地の方向を探すレーサーたち、ハトレースの世界ではこの行動を方向判定と呼びます。放たれた2117羽のレーサーたちは一路八郷の地を目指します。それではレーサーの帰還シーンをご覧いただきましょう。トップ集団が八郷の上空に現れたのは放給から2時間が過ぎた頃。第1陣第2陣と数百羽が乱れ飛びながら入射口を目指します。この圧巻のシーンは短距離レースの醍醐味であり、上位入賞するには運の良さも必要となります。さてトップが記録した分速は 1336.277m、 八郷国際サクセス200キロの優勝は三女会員の松浦秀夫厩舎が委託した 23DA03411 でした。また第2位には埼玉連合会斉藤正義厩舎、第3位は埼玉幸手連合会渡辺和夫厩舎が委託したレーサーがそれぞれ入賞しています。では昨年から実施している協会 YouTube チャンネルでのライブ配信よりトップ集団の入社の模様をご覧いただきましょう。向かっていくというような形になります。お、電話が今かかってまいりました。もしもし。あ、おはようございます。あ、来ましたね。今来てますね。見えてます。はい。あ、もう50%ぐらい。八郷厩舎担当の内田理事より上空で第一陣が帰還したと一報が入る。わかりました。じゃあちょっとまた後ほどお電話いたします。次も来た。次もまた50%来た。
また来ましたか。来てますね。電話中、いいですね。さらに第二陣の帰還が見られることに。はい、また後ほどお電話いたします。失礼いたします。はい、あ、飛んでますね。こうで、まだ入ってはいないでしょうか。どうでしょうかね。ちょっとこちらでですね、序列の方見ていきたいと思います。こう入っていれば、ね、今入った。ね、すぐに出て。来るとは思うのですが、どうしてもいいかなとも9割近く、ね、この中継は協会の国際委託厩舎全レースを配信する予定ですので、今後のレースにおいてもぜひご覧になってくださいね。さて、今回のレースはトップの帰還から1時間で1869羽が帰還するという素晴らしい成果が見られました。トータルの結果は、記録範囲内の当日に1959羽、後日に20羽が帰り、帰還率が9割を超える好レースとなっています。入賞した皆さん、誠におめでとうございます。それでは国際サクセス200キロのベスト3馬頭を見ていきましょう。次回のレースは春の2戦目、国際ウィナー300キロ。こちらのレースは八郷シリーズの鬼門とも言われ、過去の成績から見ると比較的厳しいレースが展開されるケースが多くなっていますが、果たして万全な体制で良いレースが展開されることを祈っています。